東、そのぎバスストップ東、そのぎインターチェンジは、長崎県東そのぎ郡東そのぎ町にある、長崎自動車道のインターチェンジである。国道34号及び、国道205号との交差点に、長崎自動車道の出入り口があり、西九州に位置する佐世保市、川棚町方面への進路転換を果たす、インターチェンジである。江頭交差点で、 国道205号と直結するため、長崎市方向からハウステンボスや佐世保市街方向へ向かう場合に便利である。高速道路本線は非常に標高の高い山の上に建設されているため、高速道路本線と一般道を結ぶランプウェイは非常に勾配のある連続カーブと坂道が連続している。なお一瞬ではあるものの、高速道路本線から料金所へ向かう際に、 大村湾の海岸を見ることができる。ブース数、5バス停留所が併設されている。国道34号に面したところにあるため、ここに停車するバスは一旦本線車道から外れて、ランプウェイを通り料金所を出ることになる。開設以来、長い間使われていなかったが、2014年12月1日より、長崎熊本線。 林道号が2015年3月31日までの期間限定で1日1本のみ停車するようになった。期間終了とともに停車するバスが再びなくなっている。3月24日、実験開始、道の駅が高速道路の立ち寄り施設に、海老のインターチェンジ道の駅、エビの東、そのぎインターチェンジ道の駅、彼きねの章、国土交通省九州地方整備局、 西日本高速道路株式会社2020年5月3日閲覧高速道路からの一時退出を可能とする賢い料金の実施について国土交通省道路局2020年5月3日閲覧ありがとうございます